こんにちは、モンゼス生態ミツノブです。今日はね、体の温め方っていうのを、動画に撮っていこうかと思っています。私ね、基本的に、体を温めてください。特に下半身をっていうふうに言ってます。で、それっていうのはどういうことかっていうのはね、やっぱりね、文字だけではわからないので、こういうふうにね、これから講座で撮っていこうかなと思ってます。で、上着ね、私今、仕事をしてない状態で待機してる状態なんですけども、こうやって上着を着てます。基本的に仕事するときは、こうやって1枚脱いで、腕を半分に折ったりとかします。で、私は動くとめちゃめちゃ暑いので、下はエアリズムとか、涼しくなるやつを着てるんですね。ただ、一般の方で汗をかかない方は、本当にモンベルのそのあったかいやつとか、ヒートテックの極暖とか、上と下に履くようにしてみてください。で、私もね、ちょっと汗ばんじゃうので、今、全然これ下は履いてないんですけども、休みの日はね、極暖の暖、とか、モンベルのメリノウールとかを私は履いてます。仕事の時はもう暑くなっちゃうので私は履いてません。で、それ以外に、待機する時とかいうのは、どういう風にすればいいかって言ったらね、座り仕事の方はこの後の動画を見ていただければよくわかるんですが、立ち仕事の方で足元がよく冷えてしまうっていう方、よくね、春回路をどの辺に貼りますかとかよく聞かれるんですけども、動画にしておきます。春回路って、ね、お腹に貼ってあげてもいいし、背中もいいんですけども、一番いいのはこのお尻。こことここに春回路を2枚張りしてあげるとかなり効果的です。あと背中がまだ冷えるっていう方はこの背中のここの部分に3枚張りをしてあげるとかなりね暖かく感じていただけるようになると思います。でそれ以外のまだ私は春回路が張れるんだっていう方はいろいろ張ってみてください。で、私ね、基本的にこういうふうに暖かく格好してるんですけども、待機してる時っていうのは実は、ね、もっと暖かい格好してるんですね。で、これがね、どんな感じかって言ったら、これ、こちら。私の座る裏側も恥ずかしいんですけれども、これよく見てください。ここ、ホットカーペット、一人用のホットカーペットね、もう使い古してもボロボロになってますけど、これを使ってます。これを、座るところに置いて使ってます。あとほら、ここ見てください。電源ヒーター。これもね、使ってね、こういう風な状況で座るんです。で、私の座り方っていうのはどんな感じかっていうと、座り方っていうとどういう感じか。この状態でこことここに座って足元で温めます。で、お尻も温めます。なおかつこの、膝掛けを置いて、この状態でパソコンを触るんです。なのでまだまだこの動画を見て私はまだ自分の体を冷やしてたなって思う方もおられるかもしれません。私ここまでして上着も着てこんだけしても仕事するとちょっとマサトにやってもらわなきゃいけないぐらいしんどかったりしました。なのでね、この動画見て、お尻が温められてなかったとか足元がぬくめられてなかった、いや膝掛けがなかったなんていう方がおられるのでしたら、ぜひこれぐらい温めてみてください。で、意外と実は多いんですけど、男性の方でこの膝掛け使ってない人結構います。恥ずかしいからだと思うんですけども、意外とこれ使ってみてください。本当にぬくもります。私もこれがないと生きていけないぐらいやっぱり、ここに座るときこういう風にしてます。あとでそう、椅子に座るときってね、こうやって前に座るよりかは、一番奥まで椅子にかけて腰をかけてください。こうすることでね、腰痛が防げるんですよね。で、なんでかって言ったら、ちょっと前にして、こういう風にして座る人って結構いません？まあ、温まる方なんだから、まあ、この情報いらないんですけれども、こういう風に座るとちょっと楽になるんですけども、ここがね、引っ張られてしまって、腰痛になりやすい座り方なんですね、これっていうのは実は。なので、腰痛になりたくない方っていうのは、適度な硬さのソファーで、こういうふうに、座って、奥まで、腰を奥までつけて座っていただいて、こうパソコンを打ったりとかするような状態が、好ましいです。こういうふうにね、してもらうとね、体にかかる負担がすごく減りますので、ぜひやってみてください。モンゼス生態ミツノブでした。